皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はゼルダの伝説知恵の借り物のファミ通紹介をしていきたいと思います。主役はゼルダ姫、借り物の力を駆使して新たな冒険へ旅立ちましょう。神隠しによりリンクが行方不明に、広大なハイラルの各地に謎の裂け目が生まれて人や物を飲み込む神隠しという現象が発生します。剣士リンクもこれに巻き込まれて行方不明になります。残されたゼルダ姫は妖精トリリトと出会い、トリリロッドという不思議な杖を授かることになります。杖に秘められた借り物の力を駆使して民やリンクを救い出しましょう。徐々に広がり続ける裂け目を閉じる方法とは、宿敵ガノンにさらわれたゼルダ姫を救うためにその根城へと乗り込むリンク。そこで突如謎の裂け目が発生します。救出には成功しますが、自身は裂け目に飲み込まれてしまいます。さまざまなものを借りる借り物の力、テーブル、木箱、ベッドなど、ハイラル中にあるさまざまなものをお借りできる能力のことです。一度借りたものはいつでもどこでも作り出すことが可能です。同じものを複数作成して階段状に設置して、それを足場にして段差を乗り越えるなど、発想次第でいくつもの攻略手段を生み出せる点こそ本作最大の魅力です。ベッドから水の塊まであらゆるものが借りられます。借り物の中には特殊な使い方ができるものもあり、水の塊の場合、つなげた塊の中を泳いで移動できるため、縦に積めば垂直の移動が楽になります。また強風を発生させる送風機や、ジャンプができるトランポリン、縦代わりに使える観葉植物なども登場します。どんどんお借りして選択肢の幅を広げることが攻略の鍵となります。横風が強くてまっすぐ進めないエリアも、観葉植物で風を防げば自由に移動できるようになります。凶悪な魔物たちも借り物にできます。モリブリンやリサルフォスといったハイラルに救う魔物たちも借り物化することでゼルダ姫の代わりに戦ってくれます。それぞれ攻撃方法は異なり、中には移動手段としても使える魔物もいるので、状況を判断しつつどの借り物を使うかなど、バトルでは戦略的な立ち回りも楽しめます。足場のないエリアでは蜘蛛の魔物を呼び出して糸を伝って移動しましょう。空飛ぶ魔物に捕まり危険な溶岩地帯を渡るシチュエーションもあります。罠で敵をおびき寄せて強力な魔物に一掃してもらうのもありです。炎の魔物なら敵を攻撃するだけでなく、周辺の草木を燃やすこともできます。というわけで今回はこの辺で、ゼルダの伝説知恵の借り物のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。